マッケンジー・デイビスはカナダの女優。スマッシュ・ドケイトのアルコール・ライフ、あなたとのキスまでの距離、恋人まで1%、オデッセイ、ブレード・ランナー2049などの映画に出演している。もしも君に恋したら。では、カナダスクリーンアワードの女演女優賞にノミネートされた。2014年から2017年にはテレビシリーズ、 アルトキャッチファイアにコンピュータプログラマーのキャメロン役で出演した。ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで生まれる。ケベック州モントリオールのマギル大学に通い、さらにその後はニューヨークのネイバーフットプレイハウスで演技を学ぶ。2015年にリドリー・スコット監督の映画オデッセイで NASA の衛星通信技術者のミンディパーグ役を務める。2016年6月 ブレードランナー2049にマリエット役でキャスティングされる。2016年テレビアンソロジーシリーズブラックミラーの第3シーズン第4話32ペロに出演した。2019年11月に公開されたターミネーターニューフェイトのニューヒロインに抜擢され強化型兵士のグレース役を演じる。プロモーションで来日しジャパンプレミアに参加した。 ありがとうございます。